2024年3月29日、プロ野球ファンが待ちに待った2024年シーズンが開幕しました。今年注目のチームの一つが、2023年シーズンの課題だった投手陣を大補強した巨人でしょう。2023年シーズンには、巨人の救援陣防御率は 3.81 とリーグ最低でした。しかし今オフに、アダム・ウォーカーとのトレードで、ソフトバンクから高橋礼と泉を獲得、またオリックスから金銭トレードで近藤大輔を入団させるなど、すでにリリーフのピースは完全に埋まったと思われています。しかし実は、ある天才の放出だけは未だに大失態ではないかとされています。そこで本日は、阿部監督や球界関係者の声から、巨人フロントが放出した天才選手について紹介していきたいと思います。尽きなかったスキャンダラス。阿部監督や球界関係者が認めていた天才は、現地バロッテマリーンズの沢村博一だったのでした。2011年、中央大学から入団した沢村博一は、主に先発で活躍し、11勝11敗、防御率 2.03 の好成績を挙げて、その年の新人賞に輝きました。さらには、巨人晩年の2016年に37セーブを挙げ、最多セーブも獲得。そんな沢村投手を、中央大学の先輩でもある阿部選手は高く評価し、お前には内海や杉内より高いものを求めている。だから厳しくする。との言葉をかけるなど、沢村投手に特に目をかけていました。このように新人賞を取り、順風満帆に見えていた沢村投手のプロ野球人生だったのですが、しかしその陰で、沢村投手には問題が尽きなかったと言われています。2011年には日本テレビアナウンサーだった森牧さんと結婚しますが、1年5ヶ月で離婚。2019年には泥酔の末、たまたまエレベーターで一緒に乗り合わせた男性に暴行し、事件に発展しました。その時のことも本人は酔っていて覚えていないと言っていたのですが、酔った上での同様の行動はそれまでにも報告されており、その時にも他の選手やコーチは、またやらかしたらしいな、と噂をし合うほどだったのでした。さらに2012年には自慢のポルシェで駐車場を暴走し、阪神のチームバスを煽る行為が問題となりました。そして2017年シーズンには、腸狭神経麻痺のため一軍登板ゼロに終わりましたが、これを沢村投手は2月に球団トレーナーから受けた針治療のミスによるものであると主張。この主張に対して、球団首脳部らが沢村投手に謝罪していたのでした。こんなにも期待を裏切り続けた中でチャンスをもらいました。しかし2020年7月、対 DeNA 戦で8回表に登板した沢村投手は、フォアボール2つを出した後交代。続いて登板した高木恭介が逆転となるスリーベースを打たれて、巨人は負け越すことになります。その8回の裏、原監督が自身の近くに沢村投手を呼んで、腕組みしながら説教する姿が見られました。原監督の話が終わった後、戦況を見つめる沢村投手の目には涙が浮かんでいました。このように何かと目立つことの多かった沢村投手ですが、しかし当時の阿部捕手は誰よりも沢村投手を認めていたといいます。沢村。2012年10月28日、巨人対日本ハムの日本シリーズ第2戦。先発の沢村投手は、1回に2つのフォアボールを与え、2アウト1、2塁のピンチを招きます。そこで阿部捕手がタイムをかけ、沢村投手のそばに歩み寄ると、沢村投手の頭をポカリと叩いたのです。実はその時、二塁牽制のサインが出ていたのですが、それを沢村投手は見落としてしまっていました。阿部捕手から喝を入れられた沢村投手はそこで冷静になり、ピンチを見事に切り抜けます。その後も8回無失点と好投し、日本シリーズ2連勝を飾ったその試合終了後、ロッカールームに、沢村と呼ぶ阿部捕手の声が響きました。
普段選手が使うロッカールームではなく第2ロッカールームに呼び出された沢村投手、殴られるかも、でも阿部さんになら殴られてもいい。沢村投手はそう覚悟していました。そんな沢村投手に阿部捕手は、ああいう大事な場面でサインミスなんかありえないだろう。どこの大学だ。お前には明や敏也より高いものを求めている。だから厳しくする。と言いました。この言葉には、阿部捕手は誰よりも沢村投手を期待し、そのポテンシャルを認めていたということからだったのです。さらには原監督も、阿部捕手から沢村投手への期待を聞き、シーズン終盤は絶不調だった沢村投手をその能力を信じ、起用を続けたのです。そんな阿部捕手の、自分に期待してくれている愛のある言葉に、その時沢村投手は涙しました。そして2019年9月、阿部捕手が引退を表明した時にも、沢村投手は7年ぶりに涙を流したのです。しかしその後、沢村投手は徐々に成績を落としていき、一軍での活躍の場所を失っていきました。2020年7月には登録抹消、二軍落ちを経験しましたが、二軍でも成績が残せず、ついに当時の阿部二軍監督は沢村投手に三軍行きを命じました。セーブ王まで獲得した選手を三軍に落とすのは異例の決断でしたが、それも阿部二軍監督の沢村投手をここで終わらせたくないとの思いからの処置でした。しかしその思いも虚しく、その年の9月、シーズン途中に沢村投手はロッテへのトレードが決まりました。巨人を離れることになった沢村投手に、阿部二軍監督は温かい言葉を送っています。もう一花咲かせてこい。沢村投手がトレードされることについて記者から受けた質問に、当時の阿部二軍監督は、可愛い後輩なので移籍しますけど、プロ野球選手であることに変わりませんし、必要としてもらっていることに感謝して、9年半やったジャイアンツにも感謝して、その気持ちを忘れずにもう一花咲かせてほしい、と答え沢村投手にエールを送りました。ロッテに移籍した沢村投手は、9月8日に入団発表会見即日一軍登録されると、その日の日本ハム戦に登板して3者連続三振に取り、衝撃的なデビューを果たしました。レギュラーシーズン中の10月17日に海外 FA 権の取得条件を満たすと、沢村投手は11月にはメジャーリーグ移籍を目的として FA 権を行使、2021年2月にレッドソックスと2年契約を結びました。2022年8月に戦力外通告を受けるまで MLB で登板を重ね、3A に転属した後、自由契約になりましたが、2023年1月、ロッテが沢村投手の再獲得を発表。沢村投手は3年ぶりに日本球界に復帰しました。そして2024年のオープン戦で、沢村投手は巨人戦で8回に登板、4年ぶりに東京ドームのマウンドに立つことになります。試合前には、東京ドームの独特の匂いなどを沢村投手は懐かしいと感じたそうです。しかし、試合に入ればすぐに気持ちを切り替え、戦う男になった沢村投手、新生阿部巨人を相手に、1イニングを無失点に抑える好投を見せました。ロッテにおいて頼れる男との評価を得ている沢村投手、2024年シーズンにもさらなる活躍が予感されます。いかがでしょうか。何かと問題行動なども報じられ、紆余曲折も経てきた沢村投手ですが、やはりその実力には目を見張るものがあり、天才と呼ぶにふさわしい力量の持ち主でしょう。今後は自身の活躍とともに、投手陣をはじめとしたロッテの若手の選手たちを沢村投手はその実績と背中で引っ張っていってくれるに違いありません。これからも沢村投手に期待していきたいですね。このチャンネルはこれからもプロ野球が盛り上がっていくことを期待して、注目記事に迫っていきたいと思います。この動画が良いと思った方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。